マーケットインサイト、ここからは本日のゲスト、元日経新聞編集員でマーケットエッセンシャル主筆の前田正孝さんに話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では資料に沿ってよろしくお願いします。はい、まずは八つ木早の財源対策、ね、そうですね。最近新聞とかテレビでね、うん、こういう話が出てるってことは皆さんご承知かと思うんですが、はい、例えばその、まあ、この10月から後期高齢者って75歳以上の人ですけどね、はい、この医療費の自己負担割合を低所得者は1割のままなんですけど、それ以外の人は2割に引き上げるっていう話が始まりましたよね、うん、ねえ、対して2割って少ないと思うかもしれませんけど、今まで1割だった人が2割になるんですから、倍ですかね。倍ですね、はい、大きいですよ。それから、まあ決まってることで言えば国民健康保険料ですね、はい、自営業者とかね、まあ、フリーターの方なんかも入ってる人いると思いますけど、うん、そういう人たち の払う保険料の上限、年99万円から102万円に来年から引き上げるんですけども、はい、大した引き上げじゃないって、いやそうかもしれないけど、だけど自営業でですね、こじんまりとやってて、まあ収入が500万600万ぐらいの人って、うん、そんなにすごい高収入じゃないと思うんですけども、そのレベルの人から102万円取られますからね、うん、大きいですこちらも、すごい重いですよね、うん。それからあとは検討中ということなんですが、うん、先ほど申し上げました後期高齢者 の、うん、払う方の医療保険の払う方のね、この年間上限額とか、これを引き上げるとか、それから後期高齢者でも所得が多い人の負担を引き上げようっていうような話があります。それから最近もう一つ出てくるのが国民年金保険料ですね、うん、これ今払い込み期間が20歳から59歳までの40年間なんですけど、64歳まで45年間に伸ばそうっていうようなことを、うん、プラス5年は長いですね。なんかもう次から次からいろんなものが出てきてですね、大変なんですけど、まあそんなことだけじゃ済まないでしょうね、うん、この矢継ぎ早のいろんなものが出てくるの、うん、まあ多分その今専業主婦の方なんかね、第三合否保険者ということで、うん、配偶者の入ってますけれども、はい、自分では払ってないわけですよね、うん、国民年金ね。だけどそれを自分でも払うようにしようっていう話になるかならないかみたいなことはあるでしょうね、うん、いつもこれは議論になりますよね。それからいろんな負担が今ね、所得がどうかっていうようなことを基準に考えられること多いんですけど、金融資産をいっぱい持ってる人、うん、だから、うん、年金生活者ってね、金融資産いっぱい持ってるけど所得が少ない人、うん、こういう人たちは今まで負担少なかったんですけど、うん、もう資産の方にも目をつけて、うん、いっぱい持ってんならたくさんいただきましょうっていう話ありますよね、うん、それから出ては消えですけど、多分今度は出てくると思うんですけど、金融所得課税ですね、株、うん、式の譲渡益まあ 25% ぐらいはもう覚悟じゃないですかね。うん、そうなんですかね、これは、うん、かなり世の中の考え方が逆行してると思いますけど ね、 ねえ、でも 30% 一時は 10% だったですよね、確かに。2003年から2013年ぐらいあれかな、知り合いの日本の投資家が、個人投資家が当時はまだ商品先物が流行ってて、はい、一気に株に変わったっていう、あ、そうそう、あれはだけどね、その前が源泉分離課税と申告分離課税の選択制で、はい、ほとんどの人が源泉分離課税を選んでたっていうか、まあどっちか都合がいい方を選んでたわけですよね、はい、でそれは本当の上等所得課税じゃないじゃないですか、うん、だって売却代金に対して 1.05% かなんかかけるわけだから、うん、で本当の譲渡所得課税にするってことで2002年に、うん、その源泉分離課税方式廃止したんですよ、2002年か3年だと、ちょっと年数ちょっとありますけど、廃止したんだけど、やっぱりものすごいブーイングが起きて、で、それやるのっていうのは、
あちこちいろんなあって、もう財務省もですね、激変緩和のために次から次からいろんなもの出したんですよ。100万円まで買って1年持ったら非課税にするとかね、使用時税制って覚えてますか、はい、1000万円分買ってこれで何年か持って売ったらこれは全部非課税にするとかね、なんかね、そのこの過渡期に、その訳の分かんないものを、わけわかんないんて言っちゃうけど、次から次からいろんな対策が打ち出されて、その結果どうなったのかっていうと、同じ売買をしたのにどういう、税制を選ぶかによって、税負担が17通りになるとかね、もうとんでもないことになって、それを抑えるために、もういい 10% でいいって、本当は 20% にしたかったんですよ。20% にしたかったのは、もういい 10% でいいって言ってこの時やったんですよね。株価指数が結構、株価指数というか株式市場が結構冷え込んでて、そうですそうです、それがもあって、はいはい、徐々に徐々に、じゃあ 10% なら 10% なら動いてったっていう、混乱を沈めてね、なんとか、とにかく儲けに対する税金の足がかりを得たいと、それでとりあえず 10%妥協したんですよね、時はね。それと公的年金の支給開始年齢はね、今65歳ですけどね、はい、まあ、70歳になるでしょうね、このままだとですね、このままだとね、私はもう65歳ですからいいんですけどね、合格年齢ですねそれから贈与税のですね、歴年課税方式って、よく110万円までは非課税とか、はいはい、あれ今廃止するっていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、今その人が贈与する人が亡くなると、亡くなった前3年間に贈与したものについては、これは贈与したんじゃなくて相続したものと考えて、相続税の、財産の方に足し戻すんですよ、3年間、これを足し戻す期間は10年間、死ぬ前10年間とかね、死ぬ前15年間とか、こうしようというようなアイデアがありますよね、これは結構増税になりますよ、ね、そうですね、はい、それから消費税率ね、これはなかなか政治家は言いませんけど、いつもヨーロッパは 20% じゃないかということを言いますよね。そんなことがこれから予想されるんですが、とにかくその税金の方も社会保険料の方も、台所は火の車ということで、それも今のこの超低金利、この状態で火の車なんです、今国の国債の金利負担、金利負担だけでだいたい年間8兆円ぐらいなんですけどね、8兆円ぐらいなんですけど、金利をちょっとでも上げたらこれはすごく上がっていくんです、だいたい日本の国債の発行1000兆円ですから、単純に計算したら分かりますように 2% 上げれば20兆円増えるわけですよね、今8兆円のものが20兆円増えて28兆円になるって言ったら、これ結構大変ですよね、ですよね、だってね、大変ですよ。だけどそれがね、もちろんだから国債って今発行してるものは今の金利でいいわけですよ、でもこれが満期が来ちゃって新しく発行するときに新しい金利に適用されるわけだから、今仮に金利が 2% 上がったからって言って一気に20兆円増えるわけではないですよね、でも徐々に増えていくわけです、その徐々に増えていくのが、じゃあ30年かけて20兆円増えるなんてそんなもんじゃないですよね、もちろん30年かかれば20兆円確実に増えるんですが、もう5年目10年目ぐらいからかなり増えるんですよ、だからちょっとですね、日銀は財政のために利上げをしないなんてそんなことは口が裂けても言いませんけれども、でもできないですよね、で日銀これを見ると5年ぐらいから急にやっぱりあれですよね、上がりますよね、上がりますよ、だから、もちろんこの計算はね、すごく短期の債券でも何でも国債でも同じ幅で金利を上げるっていう前提でやってますから、本当にそこの短期の1ヶ月とか2ヶ月とか1年とかその金利が上がったらもっと長いもので調達しようとかいろんな工夫をして金利負担を抑えようとすると思いますよ、
当局はね、うん、だけど、まあ、マグニチュードはこんなもんだっていうことですよ、うん、5年10年ぐらいでもう国は首が回らなくなる、うん、で日銀自身ももう530兆円国債持ってますからね、うん、単純に考えて 1% 金利が上がれば、うん、それは金利負担ですね、うん、単純に 1% 金利上がればその国債っていうのは今ほとんどの方は金利が上がると国債の価格が下がるっていうことを、うん、学校で教わってないでしょ、うん、だから知らない人いると思うんですけど、うん、今年の4月から高校の教科書でちゃんと金利が上がったら債券の値段は下がるってことを教えますからね。あ、なるほど。だから今の高校生からはですね、うん、債券の利回りが上がったら債券の価格が下がるっていうことは知っていなければいけないわけですよね。でどれくらい下がるのかって言いますと、うん、国債日銀は530兆円持ってますでしょ、はい、でこれもちろん年限の短いものからね長いもの40年近い、うん、じゃあいろんなもの持ってるんですけど、まあ、中心は8、9年だと7、8、9年この辺がたくさん持ってるんですけど、うん、この金利が 0.1% 上がると、うん、日銀の国債の含み損3兆円増えるんです、うん、0.5% 上がったら16兆円増えるんです、うん、1% 上がったら31兆円増えるんですね。 3% 上がったら110兆円増える、まあ、そんなところまで行けるよね、うん、だけど日銀がですよ今なんでこの円安を止めるために利上げしないのってみんな言いますでしょ、はい、そういう声ありますよ ね、 ありますね。じゃあ利上げしようかって言った時にじゃあ 0.5% ぐらいの利上げで済むんですかね、うん、利上げのそうですよねポイントになってくるのがアメリカなんか非常に明確にインフレの、まあ、阻止という名目が立ってる中で、はい、じゃあインフレって上がってはきてるけど、はい、日本の場合まだまだっていうそうそうそう、だから、うん、だけどね一回利上げに踏み切ったらね、うん、もう 0.5% とりあえず上げたとしてまた市場がもっと上げろって催促して、うん、なんだかんだ言って 2、3% 上げるようなことになるかもしれないじゃないですか、うん、分かんないけどね、でも、はい、日銀の自己資本って4兆7000億円しかないんですよ。そうですね、0.5% 上がったら16兆円含み損が膨らむんですよ、うんうん、含み損ですから決算のには書かなくていいんです、うん、含み損ですからねないなと思ってるだけで、うんうん、書かなくてもいいんだけど書いてあるものが4兆7000億円しかないのにね書かない損が15兆円、うん、これでもかなりのマグニチュードだと思いますけどこれが30兆円になりますとか50兆円になりますとか言ったら書いてあろうがなかろうがこれは大変なことになると思うんですよ ね、 ですね、うん、今回の英国のように信用不安は多分ものすごい勢いで起きるんでしょうね、うん、多分ね、だからねそれはね民間のエコノミストの方でね、うん、日銀の審議員になられる方いらっしゃいますけどね、はい、民間にいるうちはね日銀も利上げしなきゃいけないんじゃないのとかこう言うけどね、うん、日銀の審議員になった途端にもう絶対言いませんよ、うん、まあでも、うん、まあ、あれも満期もあるし審議終わった後のことも考えるとどうなんですか、ね、どうなんですかね、だけどないや怖いですよ本当に。それでとにかく日銀はそういう意味で、まあ、7年8年9年この辺の年限の債券をたくさん持ってますから、はいはい、ここの金利を上げないように、うん、今日銀がやってる金融政策って正式には長短金利操作付き量的質的金融緩和ってこういう名前なんですけどね、うん、はい、まあイールドカードカーブコントロールって言ってますけど、そうですね、まあ要するに利回り曲線を本当は中央銀行一番短い翌日ものとかこの辺ぐらいしかコントロールできないのに、うん、もう10年ものぐらいまでコントロールして利回り曲線の形を決めようみたいなことやってるわけじゃないですか、はい、それでできているのがこの6枚目のスライドに書いてある利回り曲線、うんうん、このくびれっていうのはこれくびれ、はい、10年ちょっと前のところであるでしょ、はいはい、ねえ
このくびれはセクシーですか、うん、どうでしょう。そんなねえ、こんなあのもあったらいけないですよ。綺麗じゃなきゃスッとなってなければね、なるほど。だけどこんないびつな形になっているっていうのは、これはもう日本のいろんなものが瀬戸際を迎えてる、あの一つの表れなんですね。うん、でこれはですね、本当にあの皆さんの資産運用にも関係あるんですよ。うん、っていうのは10年ものの個人向け国債って、はい、最近ちょっと人気になってますでしょ。うん、あるいは変動金利で、うん、あの半年ごとにその時の情勢に合わせて金利が変動するんですけど、はい、どうやって決めるのかって言ったら、その時の基準金利が10年もの国債の金利なんです。うん、その0.66 倍にするという、こういう決まりになってるんです。うん、だからこんなところをですね、日銀が無理やり抑えたら、個人向け国債の金利が本来あるべき水準から下がっちゃう。うん、これ1年足らずで結構いびつ度が明確になっちゃったんだよね、これ。だから個人向け国債の金利、本当はこの利回り曲線がスッとなってる、もうちょっと高いのに抑えられてるからね。うん、だからね、私これ今日朝妻にこれグラフ見せてですね、うん、こんなことしてたらね、あの個人投資家に日銀は訴えられるんじゃないのって言ったらね、妻が何て言ったかって言ったらね、いやそんな難しいこと知ってる人あんまりいないから、日銀も大変なんだなっていう程度の話で終わるなよって言ってましたけど、まあ確かに確かに平和な家族の会話でもね、なんだろう、それ家族の会話はそれでいいけど、これは相当やばい話だと思いますよ。やはりこれ、そういう意味では前田さん、これアメリカの引き上げはもう結構前から言われて、実質的にこう上がってきて、その速度もかなり加速して、なんだかんだやっぱり日本にもこういういびつな形に出たりとか、はい、日本国内でコントロールがやっぱり完全にはできてこないっていうことですかね、これ。まあ、じわじわと10年もの国債も値上がりしてますからね、うん、金利が上がってますからね、うん、金利が上がってますから、でその要するにこういう債券を空売りして稼ごうと思ってる世界の、うん、あの腕利きのね、うん、あのファンドたくさんありますから、うん、その人たちは必要に売ってると思いますね、うん、売るっていうのはこのいびつになってることが修正されるだろうと、うん、そしてさらに今の金利を抑えてるこういう政策もいずれ破綻してもっと利上げされるだろうから、うん、そして金利が上がるから国債は下がる、価格は下がるから空売りしては稼げる、うん、こういう判断で投資してる人たくさんいると思いますね。